時刻は15時を回りました。ここからはジュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡るとエディです。ここ未来スタイル研究所ではワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで本日もお願いします。はい、今日から6月ですね。はい、先ほどのね収録でも話しましたけどね。そうなんですよ。さっき収録をさせていただいていて、ね、うん、6月の15の週の末も止まりましたけど、ね、なかなか濃い時間だったんじゃないですか。毎回濃いけどね、うんうん、なんかよかったね、うん、いい話も聞けて、ね、6月ってどうですか。私6月あんまりモチベが上がらなくて。あ、でもなんか思ってた6月より涼しい、うん、あ気候的な問題なんだけど。でも雨降ったら涼しくなるからかな。なんか最近涼しくない？昨日今日ぐらい。確かに確かに、そうかも。そこまでなんか暑くないし、梅雨明けた、うんうんうん、って思うねえくらいね。全然雨降らないですよね。全然降らんくなったから不安になるぐらい雨が降らないから、ダム溜まるかなみたいな。ねえ、そう、まあ毎年思ってるんですけどね、それ。ああ、水の不安。うん、毎年なんか雨降らんなと思ったら、はいはいはい、急になんか2週間毎日雨みたいな日が続いてパタッと終わる。はい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 、感じのイメージですけど、今年なんかあんまり降る予感しないね。確かに。なんでだろう。一昨日とか昨日とか降ってたから、そのまま、あ、じゃあもう今週ずっと雨かと思ってたら、なんとね今日は晴れちゃってるんですけど、カラッと晴れましたから ね。でも晴れっていいですね。晴れはいいよね。心も晴れるもんね。うん、いいな。そうだから6月のモチベの上がり方をまたるくんに教えてもらおうと思って。なるほど。じゃあ1月から12月まで各月モチベの上がり下がりがあるわけですね。そうですね。だから6月が一番下がるかもしれない。なるほど。半分だからかな。かな。やっぱそれもあるよね。うん、中落ちというか、なんていうの、中間落ち。なんていうんだ。はい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 。でもね、はい、ラジオもあるし、盛り上げていきたいな6月も。いやー、盛り上げていきましょうよ。うん、6月来たからって言ってモチベ下げるのはね。そうだね。そう、ラジオやるからにはもう上がりますから。そうですね。上がりまくりですか。6月はもうじゃあ普段の2倍ぐらいの。そうそう、逆にね。逆に、うん、テンションで。気持ち的にはね。うん、やっていきましょう。そんな勢いで。ちょっと6月、そっか、モチベ上がりにくいか。私だけ？わかんない、なんでだろう、うん。暑いからじゃない？かな、暑いし雨だし。なんだろうね、なんか学生で言うと中間テストだしみたいな。あー、期末じゃないんかいっていうイメージがあるんですよ。なんか最初のテストの時期みたいなイメージと、あとゴールデンウィークがあったじゃないですか、先月。あったね。けど6月ないしみたいな。6月って休みあんまないよね。ない。確かに。そう、なんで中間テストやるんだろうって思うね。ああ、まあ確かに ね。そこね。いやいや、中間あるのなんでって思うね。期末だけで、まあまあまあ、確かにね。そうだからね、学生の皆さん聞いてはないと思うけど、学校だから頑張ってほしいなと思います。まあね、頑張ってほしいですね、うん、はい、ということですね。未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。はい、また FM 那覇の YouTube と Twitch でもですね、スタジオの様子を生配信しておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、準備が整いました。本日もともに未来を作り上げていきましょう。
ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲストの研究員はこの方です。はい、こんにちは、かかずいくみです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。かかずいくみさんですね。はい、本日のゲスト研究員ですね。それでは簡単に活動の紹介の方をお願いしてもいいですか。はい、いろいろやってるんですけど、はい、陶芸もやってるし、オーガニックカフェも経営してるし、あと食のこと農業のこといろいろ今調べてます。じゃあいろんな活動をしてるかかずさんと。そうですね、趣味で生きてる、いい趣味で生きてるかかずさんと、うん、それでは今日も放送をお届けしていきたいと思います。はい、後ほどの、深掘りしていきながらお話をしていきたいと思いますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。では早速最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。まずはトップバッターの私からですね。はい、お願いします。感謝ですね。そうですね、うん、やっぱなんか5月に感謝しようかなと思って、うん、なんかやっぱり5月ってなんだろう、あのゴールデンウィークもあって楽しみつつ、うん、なんか4月からのモチベもまだ続いてて、お出たモチベさっきと話がつながっちゃうんですけどはい、はい、なんかバタバタしつつ楽しかった5月だなって振り返って思って、うんうん、なんかすごい今までよりも充実した5月になったかなって思って、何が充実してたんかって言われると何だっては言えないんですけど、はい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 、なんかいろんなことやったなって振り返って思います。5月はね、いろんなことに挑戦してね、うん、だから5月に感謝ですね。お5月といえば、5月といえば、うん、誰かの誕生日。おお、なるほど。まだ引きずりますか。あの3回分ぐらい渡るくん誕生日おめでとうって多分言ってると思う。この番組でね。最近24歳になったばっかりなんですよ、渡るくんは。そうなんですね。そうなんですよね。5月に感謝。5月に感謝だな。なるほどです。もうこれまでにないくらいの5月を過ごしたってことですか。うん、なんかもうなんだろう、やることやって終わった5月って感じですね。やることやって、なんか車検とか。あ、そっちかい。車検とかなんかチュラコスのお仕事もそうですけど、うんうんうん、なんか前に進んだ5月っていう、あ、私はね、はい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 、感じがしています。もろもろやるべきことやって、うん、終わらして、終わらしたか、なんか走り切ったみたいな5月の感じがあって、なるほど、よし6月かって、なるほど、ね、今から6月に向かうかって感じの。だから6月はもう上がらないんだ。まあそうかもしれない。ちょっと走り切って疲れてるからかもしれないね。いや、そうかもしれないね。それを理解できただけでもいいんじゃないですか。うん、うん、確かに。ありがとうございます、はい、5月。5月ありがとうございました。はい。じゃあバトンタッチでかかずさんお願いします。お願いします。はい、感謝。はい、感謝はもういっぱいあるね。おお、ね、まあ、僕も家族いるんで、うんうん、妻の支えがあっていろいろ活動もできるし、うん、あとね、自分にも感謝してることがいっぱいあって、お、素敵。そう、そもそも人っていつ死ぬかわからない、うんうん、健康な人であっても、まあ、今日寝て明日死んでる可能性がゼロではない、うんうん、っていう中で朝起きた時に僕毎回自分にありがとうって言って起きるわけ。そうで、寝る時もやるんだけど、うん、まず今日生きてることがそもそも当たり前じゃないよ、うん、で今日やるべきことやろうっていうのを朝やって起きるんだけど、うんうんうん、であと数年前にこの感謝の見つけ方っていうのを、まあ、僕の尊敬する人に教えていただいて、うん、感謝の見つけ方、あ、そう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 、気になりますね、うん、もうすごい単純なんだけど、はい、人って意識したものしか見えないんです。うん、例えば今日2人にここから帰るときにお家まで、うん、じゃあ僕が白い車を数えて帰ってくださいって言ったら白い車数えながら帰りますよね、はい、で帰ったときに僕に何台見ましたって、うん、多分 LINE かなんか来る、はい、でそしたら僕がじゃあ赤はって聞くわけ、はいはい、
いや白って言ったから赤数えてないじゃない、はいはいはい、白は何だやったけど赤は見てないよって、だけどあったはずだわけ、はいはいはい、じゃあこの白が例えば人のネガティブだったり不幸だったりマイナスなところだったらあなたはそれしか意識してないよっていう話になる。逆に赤が人の感謝とか人の幸せ幸福、一日の中でたくさん自分の前を通り過ぎてるんだけど自分が意識してないから何も気づかない。なるほど。そうそう、だからどこにアンテナを張るかで全部物事が見え方が変わってくるっていうのを教えてもらって、うん、確かにそうだなと思って、うんうんうん、だからその人のプラスとかそういう感謝とかそういうのを意識して見るようにしたらすごいもう世の中が明るいなと僕は思って、はいはいはい、そしたら自分もどんどん明るくなってなんか怒りがなくなったというか、もともと短期ですごい短期だったんだけどそれがもうどっか行ってしまって車運転してて割り込みしてても全然何ももないわけ。もうどうぞご自由にっていう感じ。あ、そうそう、あの入りたかったんだねみたいなどうぞって感じで、そうそう、はいはいはい、うん、ちょっと捉え方変えるだけで。あ、そうそうそう、だからもう思考が変わってしまって、うん、怒りっていう選択肢を取らなくなったというか、はいはいはい、うん、この感情も全部何か物事があって自分で選択肢を設けてる、うん、例えば何か物事があった時に僕は怒らないんだけど人によっては怒ることってあるじゃないですか、うんうん、だけどその人は自分で選択肢を持って怒るのか分からないのか感謝するのかみんな選択肢を設けて一つを選んでる、うん、だからただ感情ってそれだけ、うんうん、あの怒りを選ばないというか、うんうん、っていうなんか自分の感情をコントロールできるようになってしまって、うん、なってしまってというか、まあ、なってなんかすごい楽になった。その状態というかその思考の状態に持っていくのって結構難しくないですか？いや全然難しくなかった。僕がもうすんなりいけて、もうそれしかそれ探すっていうのを意識して世の中歩いたから、それ探ししかしてないというか。なるほど。そうそうそう、感謝を探しにね、うんうん、そうそうそう、確かに。でもチュラコスのこの私たちが働いてる会社でも、うん、毎朝この言うっていう時間があるのでやっぱり通勤しながら今日感謝何言おうかなって考えるし、うんうん、その前の日もあこれ明日感謝で言おうとか、わかる、ね、今考えますよね、うん、考えるようになったのってやっぱ習慣づいてるからだし、うんうんうん、この機会あってよかったなってすごい思いますね、うんうんうん、ちっちゃなことに感謝だなって。何を意識するかでも入ってくる情報が変わってくるというか、確かにそれは感じますね、すごく、うんうん、なるほどって感じです。ありがとうございます。素敵なお話を、ありがとうございます。最後に渡田くん、噛むな感じた、人の名前噛むな、渡田くん、この流れからの僕の感謝ですか、はい、まあ、僕も結構あるんですけど、うん、最近まあ誕生日でして職場の人から、うん、ビールとおつまみ缶詰をいただきまして、でそのビールも結構高級なビール で、うんうん、でその缶詰も高級な缶詰で、うん、夜が潤いました、はい、喉もね、喉も、はい、潤いまして、もう最高だったなと思って、それに感謝ですね。美味しいビールと美味しいおつまみっていう。缶詰は何のおつまみだったんですか？砂肝とか、 あとそうそうそう、何だったっけ、何だっけ、あの牛のやつ、煮込みのやつ、牛もつ、ああそんな感じのものです多分いやいや覚えとけよそう、めちゃくちゃ美味しかった。ビール好きには多分たまんなかった、うんうん、でもそれいいですね、そのプレゼントチョイスした人めっちゃいいと思いました。なんか、うん、誕生日って自分選ぶときもそうですけど自分では買わないだろうなゾーンもあげたいじゃないですか。自分ではなかなか買わないじゃないですか、はい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 、高いビールと高いおつまみって、はいはいはい、いつも100円ぐらいのビールでいいんそれをチョイスしてくるセンスいいなって。あー、わかる。なんかね、確かに自分ではちょっと欲しいっていう気持ちはどっかあるけど、うんうんうん、手出せないようなものを、うん、誕生日プレゼントいいね、うん、いいよね。なんかそね、私もそうしよう、お酒好きな子にはそうしようって思いました。ぜひぜひぜひ、うん、もう大好きなんで。あなたがね、あ、私はあなたの話ね違う友達を想像してたけどね。あ、そう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 、まあ
いいんじゃないですか、ビール好きにお酒あげてっていう、まあそういう感謝ですかね。いや確かに感謝だね。でもやっぱ感謝っていろいろ落ちてますよね、なんかあっちこっち人と話していく上でも事柄に対してもって思うんですよ何を言うかって言ったら何もないんですけどいやそうですよね、やっぱね。そう、さっきも言ったけど、あのお昼食べたトマトにも感謝なんですよ僕。トマトがやっぱり美味しくて、でやっぱそのトマトを食べる、美味しいものを食べることで笑顔になるじゃないですか、でここでまた共有できるじゃないですか、またなんかそれも感謝の連続っていうか連鎖っていうか、いいものを生んでるなと思って、全てにやっぱ感謝できるようになったなっていうのはすごく感じますね。いいですね、24歳。うらやましい。うらやましいんですか。うん、戻りたい。あ、戻りたい今を生きてるってことですよ。なるほど、なるほどです。ちなみに加賀さん今おいくつですか。今38。38なんですか、お若い。38です。なるほど。なんかトマト食べたりしてます。あ、もう野菜は大好きで。あ、そう、 うちの親父もあの農家なんで、たまに手伝いとかも行くし、一緒にやられたりするんですか。あのその忙しい時だけ、あ、そのスポットで呼ばれて、今日忙しいからちょっと来てくれとか、はい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 、そういう時だけは手伝いに行ったり、ちょっと収穫手伝ってみたいな感じで、って感じですね。でこうやって自分でやられてるカフェにも出されたりするんですか。あのうちのカフェには出さない。あ、出さない。ああ、あの農薬かかってるんで。ああ、そうそうそう、オーガニックだから。そうそう、オーガニックカフェなんで、無化学肥料とも農薬、農野菜だけを中心に、で親父にはあのそうじゃないから使えないよって、その辺も話して。そうそうそう、なるほどです。じゃあ後ほどオーガニックカフェについてもね、いろいろと話を深掘っていきたいと思います。はい、はい、ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストの加賀さんからのリクエスト曲です。それでは加賀さん、リクエスト曲のご紹介をお願いしてもいいですか。何だっけ。マイケルマイケル・ジャクソンのマン・イン・ザ・ミラーです。それでなんかこれってどういう、なんかなんで好きなんですか。マイケル・ジャクソンが好き。これもまた僕の尊敬してる方に教えてもらって、まあ、歌詞自体があの誰かを変えるっていうわけではなくて、鏡に映ってる自分を変えなさいっていう、まあ内容の歌詞なんですね。それでそれがすごい僕にグッときて、じゃあそういう歌詞が込められてる曲ってことですよね。歌詞も皆さんしっかり聞いてみましょう。英語わからない方もいるかもしれないけどそういう、でも確かにもう題名からそうですもんね、Man in the Mirror。 素敵。じゃあ、あ、そっか、私か。はい、お願いします。はい、それでは聞いてください。マイケル・ジャクソンで Man in the Mirror。
さてここからはかかずさんについて深掘りしていきたいと思います。それでは早速なんですけれども、かかずさん最近ハマってることとか趣味とかってお伺いしてもいいですか？はい、まあハマってることいっぱいあるんですけど、はい、一番最近ハマってるのは沖縄の学校給食を調べること。おお、調べるってことネットで調べたり、ネットもそうだけど、わからないところは給食センターだったり、まあ、市役所だったり、あと厚生労働省とか文科省、あと農林水産省とかに電話して、もう一日中そればっかり今やってる。給食のどういったところですか？給食の予算だったり、あと食材がどっから来てるのかとか。あ、なんで給食にこの興味があったというか、僕らまあカフェでオーガニックカフェ、食材をものすごいこだわってやってるんですけど、うんうん、今度4月に僕の長女子供が小学校に入ったので、まあ、長女が入ったことで学校給食ってどういうものを食べてるか、うん、っていうのをちょっと親として調べとかないといけないかなと思って、うんうん、まあ、それがきっかけで本当に軽い気持ちで最初調べたら、あ、これとんでもないことになってるなっていうのがちょっと分かってきて、あら、うん、それで陶芸も、まあ、4月までやってたんですけど、もう陶芸が今止めて、うん、もうこの今給食の調べ物ばっかり、うん、一日中朝から晩まで調べる。うん、もうじゃあそれをもう趣味になってるというか。もう趣味ですね。元からこういった調べ物は好きだったりするんですか？うん、もともともう好きですね。疑問に思うことがもういっぱいあって、これなんでこうなってるんだろうっていう、はいはい、ところはとりあえず調べるみたいな。おお、うん、その習慣でもいいですよね。わ、うん、からないことがあったらすぐ調べるっていう、うんうん、結構そのまんまで終わる人多いじゃないですか、うんうん、そこを調べて自分で落とし込むっていうところまでっていうのはなんかすごいなと思いました。うん、確かに。そうそうそう、だからなんかみんな、まあ、学校給食に関しては、行政が携わってるからとか、まあ、国が携わってるからいいものを使ってるんだろうなっていう、まあ、イメージを持ってる方がやっぱ多いとは思うんですけど、はいはい、まあ、実際はそうではない、うーん、っていうのが僕の印象ですね。うーん、うん、すごい調べ物が趣味っていうのがなかなかイメージがつかなくて、うん、なんだろうね、知らないものを知らないものを知ることが知っていくっていうことが、うん、なん楽しいというか、知った時の感覚が楽しいとかっていうのはあったりするんですか？あ、それはあるかもしれない、ね、うん、なるほど。で、知らないのを知らないままにしとくのがすごいモヤモヤして、そうだから調べたいというか、はいはいはい、うん、なるほど。自然と知識がもう頭の中にふわーって溜まっていきますよね、それって。そうね、 だけどまあ頭はもともと悪いので容量悪いからどんどん忘れるんだけどね。あ、入ったもの新しい情報が入ると一個忘れるみたいな。あ、じゃあ今かずさんの頭の中にはもう今必要な情報がめちゃめちゃ入ってるってことですよね。そうですね、もう給食ばっかり、うん、8割型給食みたいな。そうそう、4月まで陶芸やってたんだけど全く陶芸のこと今考えてなくて。すごい、うん、お子さんが最近じゃ学校に行かれて、まあ、それをきっかけに給食のことについて調べるようになったっていう感じ で、ね、その給食の問題と向き合って、うん、去年の9月から調べて、うん、で今ですね。うん、じゃあもう1年ぐらいなるってことですよね、そろそろ、うん、もう、はい、半年以上経って。お子さんは1人2人いますね、うん、小学生、どちらも小学生、いや3歳6歳なので長女が今小学1年生。あ、なるほど、うん、へえ。もう一人の子はじゃあ今から小学生ってっていう。まだまだまだです。でやっぱり子供たちが食べるもの、まあ、僕らもそうなんだけど、食べ物で、まあ、体はできてるっていうのが、まあ、基本としてあるので、うんうん、やっぱりいいものを食べてほしいとか、うんうん、まあ、そういう考えがあって、でそれでどうにかいいものを導入できるようにとか、うん、その全国の事例とか、はいはい、いろいろ調べて沖縄県でできることって何かなっていうような、うん、まあ、感じに落とし込んでるというか、うんうん、給食って大事な部分ですもんね。とっても大事ですね。とっても大事ですもんね、うん、
まあ、給食もそうなんだけどね、お家で食べるものもそうなんだけど、はい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 、うん、給食は本当にすごい、奥が深い、奥が深いね。なんかお家で出すものとかっていうのは自分でコントロールできるじゃないですか、うんうん、給食ってやっぱでもその辺ハンドル握れないからなんか深そうだなっていうのは、うん、でもまあ給食も言ったらハンドル握れるんですけどね。おお、うん、それがただ大きい組織っていうだけであって、うんうんうん、それを正しい方向に戻すっていうのが僕の、まあ、役目かなというか、うん、だから携わってる、うん、組織が大きいのでもちろん簡単にはいかない、うん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 、だから本当に一個ずつ一個ずつ感じですね。うん、でもいいですね、自分の気になったことから行動を起こしてるっていうところがすごいいいなと思います、うん、であのちょっと給食にハマる前にもともと焼き物やってたんですけど、焼き物もちょっと面白いこと見つけて、うん、そもそもあの焼き物沖縄やちむんっていうじゃないですかね、うん、はいはい、であのやちむんって土でできてるんですよ、うん、それはご存知だと思うんだけど、うんうん、じゃあ土って枯渇資源って知ってますか？この枯渇資源枯れそうってことですか？枯れそうというか、そうそう、枯渇資源っていうのはいつかなくなる、あいつかなくなる、はいはいはい、うん、だから今はあるんだけど、永久的にはないですよ、うんうん、土って、そうそうそう、土は枯渇資源なんですよ、はいはいはい、だからあのこの焼き物っていう文化、やちむんっていう文化、あのずっと続いて伝統的に続いてきているけど、もしかしたら土がなくなったらなくなる可能性がある。うん、で沖縄県自体も今土が本当取れにくくなってるんですね、うーん、焼き物の土が、うんうんうん、だけど今こういう資本主義というか、作って売る作って売る、うんうん、安くてどうにか売るっていう感じでどんどん今資源を使って売ってる、うん、で焼き物作家さんはそれを収入にして、まあ、生活してる、それ間違いではないんですけど、はいはい、ただこの資源がなくなったら陶芸っていう文化自体、伝統自体もなくなる可能性がある、うん、っていうところで僕は3年前からこの土が枯渇資源であるから、あの今の仕組みシステム自体を変えないといけないんじゃないかっていうのをすごい周りにしたんですね、うん、このままいったら本当に土なくなるよって、なくなった時に本当に伝統工芸がなくなるよっていうのを、まあずっと警笛を鳴らしてたんですけど、でそもそも土っていうのがどれぐらいの過程を経てできるのかっていうと、あの土っていうのは畑用の土と陶芸用の土、全く別物なんですね、ざっくり2種類でいくと。で畑の土は、1センチ作るのにどれぐらいの時間を必要とするか、はあ、どんくらい、土の仕組みが分かんないかも、そもそもね、うん、ゼロからどうやって土が出来上がってんだろうみたいな、うん、そうそう、ゼロから1センチ作るのにどれぐらいの時間がかかるか、何十年、いやでもどうなんだろう、分かん、全然分かんない、全く見通しが分かんないです。100年、100年、そうそうそう、で地域によっては200年って言われてる、1センチですか、1センチ、だこれどんなに肥料を入れようか自然の摂理で1センチなんですよ、100年、うん、じゃあ今ある土の量っていうのはもう何年も前から作られてきた土で、でもそれは畑の土ね、ああ畑か、はいはいはい、で陶芸の土はではどれぐらいかというと1センチ数万年かかるんです、で焼いた焼き物をまた土に戻すっていうのは数億年かかるんですね、うん、なるほど、焼くと戻らないんですよ、ああなるほど、はい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 、ガラスは再生できるけど、はいはい、焼き物は焼くともう戻らないんです、うんうんうん、まあ数億年かければ戻るんだけど、お長いな、だから縄文土器とか出てくるんですよ、なるほどなるほどなるほど、もうめちゃめちゃ今納得した、はいはいはい、戻らないんです、戻らないから、うん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 、だから枯渇資源だから今この土を使って焼いてしまうともう戻らない、うん、で1センチに数万年かかる、うんうん、ってことは僕らが生きてる期間では1センチももうできないわけ、うん、だから今ある分しかないっていうことはこの土をどういうふうに使うかが問題だ、うん、はい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 、うん、っていうのをずっと言ってて、まあ、全然浸透しなかったからね、
あ、でもじゃあ八面のお皿一個にしろ、うん、もう100年ものってことですよね。100年ものって100年どころじゃないところじゃないってことですよね。そうそうそう、だからあの物を買うときに、うん、その表面上にある器とデザインと価格で人って買い物をするんだけど、うん、そうじゃなくてその後ろにあるストーリー、うん、そもそもこれが数万年の時を経て地球っていう生命体が作って、それを焼き物の職人さんたちがあの手を施して1個作る、うん、これが1000円だったり1万円だったりで売られてるんですね。だからその表面上の価格で、あ、1000円だから安いから買おうとか1万円だから安いから買おうとかでは浅いんです、うんうんうん、後ろのストーリー見たらそもそももう数万年かけて地球が作ったものなんです。それぐらいの価値感じて買ってくれないって僕お客さんにずっと言ってるわけ、うんうんうん、でそれぐらいの価値感じると使い方が変わってくるんです、はい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 、割れたから新しいのを買おうとかみんな当たり前のようにやるんだけど、うんうん、あのそんな荒く使うんだったら僕売らないってもう誘惑さん、うん、あの価値あなたには感じてないからって、うんうん、だからちゃんと大切にしてくれるっていうんだったら売るって僕すごい上からね、じゃないともう持たないよって、うん、陶芸が、うん、へえ、そうそうそう、土、そうなんだね、枯渇資源というか限られた資源、うん、有限で考えたことなかった、うん、はすごい大切にしよう、家にある、そうだから100均で売られてる器だって同じなんですよ。あ、数万年の時を経て100円で売ってるわけ、うん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 、って感じたらちょっと大切にしようかなと思ってくる、ね、うん、感じる感じので違いますね全然、うんうん、確かにそうそうそう、すぐ買い替えようってならないですもんね、うん、知ってたらね、うん、もっと大切にしなきゃ、そう、なるほど、深いお話ですね。知らなかった ね、 ね、知らなかっ た、それは沖縄の土だけとかってわけではなく、うん、もうこれ世界共通、世界共通、うん、だから沖縄土が今後多分取れなくなってくるんだけど、じゃあ本土の土を取ればいいじゃないか、じゃあ本土の土もなくなるよ、これじゃ なくなっていってるのはなんでなんですか。使ってるから、これまでも使ってきたわけじゃないですか、うんうん、それがもう急激に使いすぎてる、この高度成長を迎えたことによって、はい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 、だから 今まで例えば手作業でやってたものを機械化にして1日で作れる量を大量に増やしていくとか、なるほど、でそれを安くで売るとか、でそれでもうどんどん薄利多売でやることによって、うん、どんどん今土がなくなってる、うん、っていう状況。いや、知れてよかったですね。確かに、でも、ね、この土を明日にでもすぐ作れるかって言われたらそうではないから、うん、その限られた土をどうやって使うかっていうところにフォーカスするんですね。そうやって伝統って次の世代にこの資源を残してあげないと、うん、伝統がなくなるから、うん、だから今僕らそれに携わってる人たちっていうのはそこまで考えて、あの、まあ、活動していかないといけないんじゃないかなっては思って、だから僕は3年前ぐらいからあの受注生産、あのこのコップが欲しいんですけど、はいはいはい、って言われたらあの受注生産でじゃあこれから作りますね、でハードルも設けて僕1年待ちにしてるんです。1年待ちでも欲しいんだったら作ります、でそれでも欲しいんだったら注文受けますよっていう形で3年前からやって、でもちろん売り上げ下がる、だから畑もやって、あ、そうそう、自分たちが食べる分とかそういうものはどうにか収入得れるようにとか、お、うん、農家もやられてるんですね。農家というか、まあ、自分で食べる分家庭菜園レベルですけど、あ、うんうん、はいはいはい、はい、うん、それで自分で畑を買って、あ、庭にあるので、あ、庭で、うん、あ、で自分が食べたいものとか、そうそうそう、そういった気にしてるものを野菜、まあ、植えたりして、うんうん、でそれをあのオーガニックカフェで使ったり、もちろんあの僕プロではないので全てを使えるかっていったら全然そうではないんですけど、本当に農業難しいので、あのツイキャスでコメント来てますよ、うん、佐藤越忍さんから、昔は金継ぎして大切に使っていましたよねって来てます。確かにそういうイメージありますね。金継ぎって言いますね。あ、金継ぎ、すいません。そうそうそう、すいませんでした。読めない、確かに。そう、金継ぎ、割れたものをあの漆で接着剤みたいにつけて、あの、まあ、長く大切に使う、うんうんうん、それも本当にやってほしいなと思うな。
それが今なくなってきてるのはこの薄利多売が進んでるからっていうのも、あでも金継ぎで今大切に使うっていう人もものすごく増えてはいるんですけど、そうね、だからなるべく、長く使う、っていうのをやってもらえたら嬉しいな、作ってる僕としては。なるほど、知れてよかったですね。大切に使いましょう、オーガニックカフェについて聞きたいんですけど、はい、そうオーガニックカフェ、カフェはねいつからやってるかな、まだ最近なんですけど、はい、まだ2年経ってない、1年半ぐらい、でその土の問題分かった時に、収入下がるからっていうことで、単純にカフェ開いたんですよ、で僕らもともとオーガニック農家さんを応援するっていう、意識を持ってて、その農家さんから特に買い付けしてたんですね、家で食べるもの、お野菜は。だけど僕ら家族4人で、消費できる量って1ヶ月でも全然少ない、でやっぱり農家さん支えないと、食い物作ってくれる人がいなくなるっていうところで、単純にじゃあ消費量を伸ばそうっていうのを考えて、もうカフェやろうってなって、それで消費量が増えるので、それでカフェ開いたんですよ、単純に。だから利益を出すっていうところが最初の目的ではなくて、農家さんを支えるためにカフェ作ったんですよ。もっと多くの人に食べてほしいっていう意味で、そうそう、とあと農家さんから大量に買えるので野菜、そしたら農家さんの収入になるので、だからそれで始めて、作ってるのはご自身で作ってらっしゃるんですか？野菜ですか？料理、料理は僕の妻が料理をやって、で僕の器で提供するっていう、スタイル、素敵。でそれも最初は普通のオープンで、例えば1日何食って最初で朝で調理仕込みして、お客様を待つっていうスタイルでやってたんだけど、なんか食品ロスが見えてきて、作ったんだけどお客さんが来なかったとか、でそれをじゃあどうするか、自分たちで食べるしかないんだけど、それが多い時はもう本当きついので、じゃあもう単純に、そこも、予約制に切り替えて、予約しない限り作らないっていう、そこもまだ上からというか、でも食品ロスもなくなったし、無駄な時間も省かれた、例えば11時からオープンして4時まで、でもしかしたらコーヒー飲みに3時にお客さんが来るかもしれないとか、来ないんですけど、だけど4時まで開けないとオープンしていないといけないっていう、もう無駄な時間がすごいいっぱいあったんですよ、だけど予約制に切り替えたことで、今日は何組入って、この来てるお客様が帰ったら終了だから、2時で帰ったらもうお店閉めて片付けして、妻と遊びに行くとか、だから自分たちの時間もすごい使えるようになったというか、で食品ロスも落として時間も省かれて、すごいいい仕組みというか、ただ今はカフェはちょっとお休みして、イベントだけ、あそうなんですね、っていう形になってる。イベントっていうのは貸しキッチンとかもやってるんですけど、そういう貸しキッチンとか、なるほど、あとそこで僕らが主催する県外からお医者さんとか呼んだり、そういう食のことだったり、っていうイベントをちょこちょこ開催していて、ちょっとインスタグラムとかフェイスブックで畑の茶屋ゆいで検索したら、畑の茶屋ゆい、ゆいは漢字の結ぶのゆい、はい、がカフェの名前なんですか、そこで今月はこういうイベントありますよとか、っていう宣伝はしていて、畑の茶屋ゆい、出てきますね、畑の茶屋ゆい、でその中で僕 の, 学校給食のお話し会とか、最近は始めて、で今の学校給食の現状だったり課題だったり、それを最終的にはオーガニック給食に切り替えたいっていうのがあるので、じゃあそれに持っていくためにどうしたらいいのかとか、で全国の事例をみんなでシェアしたり、っていうのをやってますね。これ予約はちなみにどうやってやるんですか？予約はこのメッセージからでも、なるほど、インスタとか、だけどランチは今やってないので、そこそこイベントの予約はそういうメッセージとか、って感じですね。
いいですね、奥さんと2人でやられてて。うん、ぜひ行ってみたいです、ね、ここのカフェオープンまた再開したら、うん、超美味しそう。あで米もね、あそうか言ってましたね、そうそう、国神で少しだけちょっとあの教えてもらってて、作り方を、うんうんうん、でそれであのもちろん無農薬で作るんだけど、うん、もうとっても美味しいんですよ。へえ、ね、違いますかやっぱり。もう全く違う、あのカフェで使ってるお米は、熊本の無農薬のお米使ってるんですけど、うんうん、沖縄で作った無農薬のお米の方がもう断然にうまい。でこれであの、まあ、寝かせ玄米っていって圧力鍋で炊いて、あのしっとりした、まあ、お米を炊いて、うんうん、でそれを嫁がおにぎり作ってイベントとかで出したりするんですけど、うんうん、この前お客さんがね美味しいって泣いてた、おにぎり食べて。でも本当にあれ泣くぐらいの価値があると思う俺は。とっても美味しい、もうびっくりするわ。食べたい、そんな言われたら食べたくなりますって。めっちゃ米好きなんですよ私。超米好きで、ほんとちっちゃい頃から泣くと思います多分。想像できたもん、泣く姿、泣いてる姿が。うん、でもなんか今はちょっとあの、ね、調整してあんまりどか食いとかはしないようにしてるんですけど、ほんと食べたいんですよ。一番おにぎりが好きですやっぱり。一番好きかも。僕らのおにぎりはもう塩おにぎりオンリーなので。あ、もう最高です。わー食べて、食べたいな。無農薬で、そう行きたい。これじゃオープンしたら食べられるっていうことですかね。イベントでたまに出したりもするかも。うん、ぜひ食べたいですね。食べたい。このインスタ見てても料理がめちゃくちゃ美味しそうで、奥さんもともと料理がお得意なんですか。うん、全くできなくて、そうそうそう、だカフェをオープンするっていうのでフードコーディネーターとか、あの知り合いの方にお願いして、レシピ提供してもらって、で初めて料理学んで、オープンしたって感じ。すごい。だからもう何もないところから始めた。もともとなんか栄養士の資格持ってたりとかしてるわけではなくて、うん、本当にゼロの状態から、うん、そうそう、だからできるんですよ何でも。なるほど。めっちゃ誰でもね、誰でも。すごい。なんか無農薬のキムチですかこれ。あ、そうそう、乳酸菌たっぷり、そう、手作りのキムチとか。手作りのキムチって、そうそう、添加物入れないで、うん、とか、なんか美味しそうなケーキとかも、そうそうそう、ご飯とかも、あ、もうケーキ、うん、めっちゃうまい。ケーキはマジでうまい。奥様の作るケーキは、そう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 、美味しいですか。そうそうそう。何ケーキが一番好きですか。何ケーキ、チーズケーキ。あ、ただ僕らビーガンなので、あの動物性のもの使ってないチーズケーキ。だけどチーズの味めちゃくちゃするんですよ。不思議なんですけど。不思議ですね、うん、なんでだろう、なんでなんだろう、まあ、チャンスあったら食べに来て。そうですね、ぜひ行きたいです。もう衝撃ですよ。食べたい。誰も気づかない、普通のチーズケーキだと思ってる、はいはいはい、言わないと気づかない。これがビーガンだってことは気づかない、気づかない。糸満にあるんですよね。糸満市与座っていうところで、うんうん、すごい田舎の方でやってます。地元も糸満で、僕の母があの糸満出身で、そのまま糸満で、うんうんうん、いいな、楽しみ、行きたい。かかずさんはずっとじゃあ糸満ですか。生まれ糸満で、うん、1回2年だけ東京で出働いたこともあるけど、あとはもう沖縄ですね。あ、そうなんですね、うん、で焼き物の勉強をさせてもらったのが読谷村で、お、うん、5年半ぐらい読谷村にいて、はいはいはい、で8年前ぐらいに糸満戻ってきて独立して、って感じです。なるほど。そこから自分でカフェをやられたり、うん、今ではね、もう学校給食に関してもいろいろと調べたりと、うん、すごいな。そうそう、もう思い立ったらやりたい、即行動、そうそうそう、人なのでもう止められない。自分でも自分でも止められない、止められない、もうやりたい。ストッパーがいないですね。そうそうそう、
なんかいろんなこう今は給食もそうですけどいろんなことやっていらっしゃるじゃないですか、うん、なんか最終的な目標っていうかなんかもうこれ実現したいみたいなビジョンとかってあるんですか。あ、もうやりたいのいっぱいあるんですけど、うん、あの僕農家でも何でもないのに農業のことしか考えられないんですよ。だから例えば沖縄県を無農薬のお米の産地にしたいとか、まあ、なんでそうなのかっていう理由もいっぱいあるんだけど、うんうん、とかあと蜂の保護区にしたい沖縄を。蜂、蜂、虫のあの蜂、うん、蜂の保護区、うんうん、あ、蜂が絶滅したら人間4年しか生きられないって知ってます。なんか聞いたことあります。アンビリーバボーで見ました。多分そうそうそう、蜂たちが受粉して、うんうん、いろんな食べ物を作ってるとか、まあ育ててあげてるというか、うんうん、だから蜂がいなくなったら人工授粉ももちろんできるんだけど人の手だけではもう追いつかない、ね、だから蜂たちとか虫たちが蜜を集めながらとか花粉を集めながら受粉してそれが実になる。だから蜂がこの世界から消えたら人間は4年ぐらいしか生きられないんじゃないかっていうもう学者が言ってるのがいっぱいあって。へえ、その4年がじゃあ人口でマックスできるのが、まあ、そんくらいっていうなのかな感じなんですね、うん、だからその蜂たちも今あ農業で使われる農薬だったり道端で使われる除草剤、うん、でものすごい減ってきてるんですね。うん、だからその蜂をそもそも残してあげないと、うんまあ、人間危ないよっていう意味でも、うん、沖縄県は僕は蜂の保護区、うん、蜂の保護区にすることで農薬と除草剤禁止になるんですよ。なるほど。っていうことは沖縄全体がオーガニックになるんですね。もう無農薬が基本っていう感じで、うんうん、はいはい、ってなった時に沖縄に入ってこられる観光客、うん、爆発しますよ。うーん、うんうん、なるほどなるほど、うん、だからそういうのも観光業にもプラスだし、うん、でもちろんそこで働いている人たち の時給を上げるとだとか、うん、そういうのにもなればいいかなと、うん、考えながら。オーガニック系は最近また普及してきてますよね、うん、そんな感じしますけど、なんか多くなってますよねそういうお店が。ヴィーガン系のお店も増えてるなっていう感じは、うん、そうそう、地球環境とかそういうものにもやっぱりオーガニックは外せないというか、うん、全部直結してるんで、あ、うん、でビーガンと CO2 とか、うんうん、とかもあるから、じゃあもう全部この農業目標、もう農業に循環するような目標がいっぱいあるってことですか。そうですね、うんうん、へー、うん、だからこの米に関してはもう米だけで本当に米ドリームがすごいんだけどすっごい長期になるんだけど、そうそうそう、例えば無農薬の米、こっち那覇か、那覇だったら大綱引きってあるじゃないですか、うんうん、あれギネス級の、ね、うん、大綱引きね、大綱引きのこの綱って何でできてるか分かります。綱、うん、わら、わら、米なんですよ、うんうん、米のこのわらなんですよ、はいはい、でそれを編んで大綱引き太くして作ってるんだけど、でそのわらってどこから来てると思う。今那覇の大綱引き農家さん、もちろん農家もちろん農家、え、どっから来てる、うん、東北そういうことですか。 100% 台湾さん、台湾なんだ。あ、なるほど、うん、じゃあこの綱引きって何を願った儀式なの。豊作、そう、豊作祈願だっけ。うんうんうん、もともとは沖縄で米作ってたから、それでわら作って綱引きで豊作祈願ってやってたんだけど、うん、今は沖縄ほとんど米作ってないから、うんうん、海外から仕入れて編んで綱引きしてるっていうことは、うん、海外の豊作祈願を願った儀式になってるよって。なってる、もと言えば。だから、はい、沖縄県で作ろうって言って俺は思ってるわけ。ちゃんと儀式ストーリー性ある形。だから今形だけが残ってしまってて、はいはい、みんな綱引きでわーってやるけど意味分かってるって、その背景とか、そうそうそう、ストーリーとか、うん、だからちゃんとそのわらも沖縄県で作ってそこでわら編んで、うん、それを引き合う、
っていうのがもう本来の形だから、うんうん、それも本来の形に戻したいっていうことです、ね、そうそうそう、うん、素敵だ、わらのお話も、うん、でまだまだあるけどね、米はドリームが、米ドリームが気になります。食べたいですね、無農薬の。食べたいね、食べてからその塩おにぎりをうまいのかぶって、うん、本当にうまい、食べたいな、はい、ありがとうございます。はい、一旦コマーシャル入ります。15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。たくさんこの思いを今日ねいっぱい聞きましたけど、うん、本日の研究を振り返ってみて、かかぜさんいかがだったでしょうか。いや、まだまだ喋り足りないんですけどもうね、あのラジオに来る、 行きましょう来る前から言ってましたもんね確かにね、1時間じゃ足りませんって言ったのに。僕は今やってる学校給食と脳のお話し会っていうのをいろんなところでやってるので、うんうん、そこはもう僕の独壇場で、うんうん、もう喋りたいこといっぱい喋ってて、うんまあ、今の学校給食の現状とか、うんうん、農業の現状とか水の現状とかそういうのがまあシェアできればいいなと思います、うんうん、次はいつ、6月の6日にうちの畑の茶ゆいで、うん、10時から6月の6日の10時から畑の茶ゆい、うん、で参加費がなくてドネーション制なんですよ。ああ、はいはい、この情報に、まあ、価値を感じた人が自分で決めて、うん、まあ、寄付制でこの情報浅かったと思うんだったら僕いらないし、うん、価値があると思うんだったら、まあ、入れてもらえればいいかなっていう感じで、うんうんうん、日曜日だしすごいね、親子で行けたりとかもしそうですもんね。すごい楽しみな。それはもう全部 Facebook とかで予約してってことですよね。Facebook と Instagram、 Instagram、うんうん、なるほど、畑の茶屋ゆいで検索して、うん、楽しみですね。はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、いいですか。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると加賀津郁美です。とエディットでした。また来週。ありがとうございます。